1980年代後半、イギリスで起こったマッドチェスタームーブメントの中心バンド、ハッピーマンデーズ。今回は彼らの結成から解散までを見ていきましょう。デビューアルバムの発売時、メンバーはボーカル、ショーン・ライダー、ドラム、ゲイリー・ホエーラン、ベース、ポール・ライダー、ギター、マーク・デイ、キーボード、ポール・デイビス、ダンサー、パーカッション、ベズです。ハッピーマンデーズのボーカル、ショーン・ウィリアム・ジョージ・ライダーは1962年8月23日、ランカシャー州リトル・ハルトンに生まれました。2年後、バンドのベーシストになる弟、ポール・ライダーが生まれました。いやー、なんかな、ちょっとビッグなことしてえな、これ。ショーンは13歳の頃、学校を中退すると建設現場で働き始めました。やがて父親と郵便局で働くようになりました。バンドでもやるか、バンドでも。ショーンは弟のポール・ライダー、いとこのマット・キャロルと父親のドラムマシーンを使いバンド活動を始めました。弟のポールも学校を卒業後、郵便局に勤めました。バンドのギタリストになるマーク・デイも郵便局で働き始めました。マーク・デイがギターで加入しました。1982年初頭、バンドはマークの家の屋根裏でリハーサルを重ねていました。やがてマット・キャロルが脱退しました。いやー、サムシング・イン・ジ・アティックと名乗って、このな、屋根裏でリハーサルしてきましたが、これはもうやめるんで、最後にお前たちに新たなバンド名を命名してやる。お前たちは今日からアバンギャルドやな。お疲れ。ショーンは婚約者の妹からドラマーのゲイリー・ホエーランのことを聞きました。なんかお兄ちゃんらドラムマシンでやってんやろ。あの、知り合いのゲイリー・ホエーランっていうドラマ紹介したろか。あ、マジで、ありがとう。彼女はホエーランに声をかけました。なあゲイリー、うちのお姉ちゃんの彼氏のバンド入ったってや。お、ええで。マークもホエーランに声をかけていました。なあゲイリー、うちのバンド入ってや。あ、それな、もう頼まれてっからよ、入っからよ。いや、なんかようわからん名前つけられたりもしたが、今はペンギンダイスという名前でやってましたが、これもなんかちょっとちゃうな。1982年の末、バンドはペンギンダイスと名乗り、オリジナル楽曲を書き始めていました。いや、なんかペンギンダイスもピンとこないんで、ハッピーローズに変えようと思います。1983年の初頭にはバンド名をハッピーローズに改名、最終的にはハッピーマンデーズに決まりました。いや、ハッピーローズもな、なんかちょっとピンとけえへんよな。ハッピーマンデーズ、ハッピーマンデーズよくない？なんかブルーマンデー、ニューオーダーのブルーマンデーに対してハッピーマンデーズみたいな感じ、ありやな。メンバーはショーンが見かけたホエーランの同級生ポール・デイビスをバンドに誘いました。おい、おめえ、俺っちのバンド入んな。おん、ええで。デイビスがキーボードとして加入しました。よし、じゃあな、俺がバンドのマネージャーやったるわ。しゃなしやで。おお、ありがとう。フィル・サックスがバンドマネージャーになりました。バンドはマンチェスターのさまざまな場所で演奏していました。1985年1月にはニューオーダーのサポートを務めました。あ、ニューオーダーの皆さん、今日はよろしくお願いします。ハッピーマンデーズか、なるほどな、ハッピーなんや月曜日。
こら月曜日ちょっとブルーな感じかな。な。いいか、リグちゃん。俺がマネージメントしてるハッピーマンデーズ。何卒よろしくお願いします。おう、ほな、トニー・ウィルソンとかにバンド見に行くように言っとくわ。フィルはファクトリーレコードの A&R 部門で働いていたマイク・ピカリングと出会いました。フィルはハッピーマンデーズを売り込みました。ハッピーマンデーズ、なるほどな、良きかな。ファクトリーの創設者トニー・ウィルソンとディレクターのロブ・グレットン、アラン・イラズマスはハシエンダでハッピーマンデーズを見て感銘を受けました。ハッピーマンデーズは1985年9月ファクトリーからデビュー EP45EP をマイク・ピカリングのプロデュースで制作発売しました。俺ベズよろしくな。おうよろしく。なんかなんやろ、なんか同じような匂いがするぞお前。バンドは共通の友人の紹介でマーク・ベズベリーと出会いました。ベズは何人かのメンバーと同じ学校に通っていました。ショーンは違法薬物で酩酊していた時、ベズにステージで踊るように言いました。ベズ、ほらちょっと無理だ、ちょっと踊ったりはできなさそうだ、お前が代わりに踊ってくれ。ああ、もうしゃーなしやで、まあ、踊るっちゅうか盛り上げるわ俺なりに。バーナード・サムナーがプロデュースしたシングル「フリーキー・ダンシン」が1986年6月にリリースされました。ベズがパーカッショニスト兼ダンサーとしてバンドに参加するようになりました。いやベズ、意外とお前が要になるような気がする。頼んだぞ、これからお前もメンバーや。 OK です。なんかデビューアルバムのプロデューサールッティコラムのビニライリー、なんか違うくねえか。バンドのデビューアルバムはドゥルッティコラムのビニライリーがプロデュースすることになっていました。しかしバンドは再びバーナード・サムナーにプロデュースしてもらいたいと考えていました。いやなんかハッピーマンデーズが俺っちにプロデューサーやってほしい言ってるみたいけど、今抱えてる案件もあるし、そろそろニューオーダーに本腰入れたいし、ましてやマンデーズの曲がちょっとニューオーダーに似てしまったりとかするとちょっとな問題あるし、この話は断ろうかな。この頃バーナードは他のアーティストのリミックスをしていましたが、そろそろニューオーダーに集中すべきと考えていました。またマンデーズのサウンドがニューオーダーに似てしまうことも懸念していたようです。トニー・ウィルソンはやや不安を感じながらもビニ・ライリーをプロデューサーに推薦しました。まあ確かにちょっと合わへん気もするが、しかしまあもうここはなビニ・ライリーにやってもらおう。いやーマーク君、君のギターはあんまりやな。ビニはマークのギターを批判しました。バンドは2時間ほどでビニでは仕事がこなせないと判断しました。やめさせてもらいます。さめちゃめちゃ感じ悪いんですけども、あいつうまくいかんかったか、誰かおらんかな、ちょっとレコードコレクションでも見ながらちょっと想像してみっか。トニーはバンドのデビューアルバムにふさわしいプロデューサーを見つけるために自分のレコードコレクションを探しました。ジョン・ケール、ジョン・ケールありかもな、これなんか何かが生まれるかもしれんぞ。トニーはショーンの歌詞をパティ・スミスの歌詞と比較し、パティのプロデュースを務めベルベット・アンダーグラウンドのメンバーでもあったジョン・ケールを思い浮かべました。まあジョン・ケールにプロデュース頼んどったら、まあアルバムが売れんかったとしてもジョン・ケールがやってるっていう話題性でパラパラ買う人はおるかもしれんな。ありやなこれ。トニーはアルバムの売れ行きが悪かったとしてもジョン・ケールのネームバリューがあれば
しばらく安定した売り上げが保証されるだろうと考えました。いや、俺はハッピーマンデーズはベルベットアンダーグラウンドのイギリスからの回答とすら思っとるんですな。これだからプロデューサーはジョン・ケールにお願いしたいが、しかしトニー・ウィルソンが OK 出さへんかな。これフィルはハッピーマンデーズをニューヨークのベルベットアンダーグラウンドに対するマンチェスターからの回答だと考えていました。しかしトニーがジョン・ケールをプロデューサーとして受け入れないだろうと考えていました。いや、トニーさん、ハッピーマンデーズのプロデューサーの件なんですけども、まあ、無理やと思うんですけども、ジョン・ケールってどうでしょうか。お、マジ奇遇じゃん。俺もジョン・ケールありやと思ってたね。フィルはトニーにジョン・ケールを推薦しました。まあまあ、ジョン・ケール前俺の番組出てもだからちょっと面識あるしな、頼んでみるわ。トニーは自身のテレビ番組So It Goes にジョン・ケールが出演したことがあったので、彼とは面識がありました。ハッピーマンデーズは1986年12月ロンドンのスタジオでレコーディングを行いました。ジョン・ケールがプロデュース、デイブ・ヤングという人物がエンジニアを担当しました。ファクトリーは一軒家を借りてメンバーを住まわせていました。おい、無職ども、この唯一ちゃんとした仕事についてる俺が晩飯買ってきたったぞ。当時フルタイムの仕事をしているのはマークのみでした。いいよ、おかえり、さっき飯食ってんで。おいおいおい、お前ら金ないはずやん。え、どうやって調達したかほんまに聞く？いや、だいたい想像できるからいいわ。うん。ジョン・ケールはマークのギターに感銘を受けました。お兄ちゃんなかなかギターいけてんな。一方、ショーンとの仕事は難しいと感じていました。ショーンの声は好みでしたが、歌詞が理解できませんでした。いや、しかしボーカルの君はあれやな、ほんま声はええと思うねんけど、何歌ってるか俺にはもうさっぱり理解できません。メンバーはケールの仕事には納得していなかったようです。ダメだ、こいつはダメだ。1987年4月、アルバムスクワレール&ジーマンが発売されました。本作はイギリスインディーズチャート4位となりました。